そのお前さんたちですか。何を見せる、早くするい。これが本当の診断あるだけ。けなダメくれる、まだ隠してやる。おい、裸になろう、裸に。おい、こら勘弁して。勘弁して、もうこの旗声止まる銭もないんで、今この人の三味線借りて歌歌ってましたの。せめてね、一問でも二問でも恵んでもらおうと思って。何やかかる、勝手にやる。おみんな、それでは、こじきみたいな野郎ばかりで骨折ったほどのくだめや。しかたがねえ。やい、こいつら、何騒ぎやがるか、ためにならねえぞ。親分さん、いらっしゃいますか。昼間からあんまの言わねえよ。あの、親分さんにちょっとお話したいことがあるんですけどね。何の話で。他の人に喋れないんですよ。親分さんの耳にだけ入れようと思いまして。親分は留守だよ。留守。ああ、留守じゃ仕方がねえな。あの、タシツァンってのおいでになるでしょ。ああ、いるよ。ちょっと合わせてくださいな。大将に、大将に、あんまの相手とよ。え、あんま。大しちゃんですか。どうも。夕べの今朝だ。お前さん、私の面忘れてねえでしょ。どこであったんだい。なんだな、お前さん、私のここのところにと叩きつけて言ったじゃねえか。あんまおめえそれだけか。もっと出さねえとぶったげるぞ。何を抜けしやるの。でもねえことやると周知ねえぞ。その声そのままだよ。もう一遍言ってな、ついでに。あんまもっと出さねえとぶったげると。悪いな。こらダメならねえ。この野郎。ゆうべは誰に毛があってもつまらねえと思って辛抱したんだ。お前さ、ずいぶん面白いとこに入れ墨があるんだってな。おい、食べさ。どうだい。あるある、サイクルは入ったろ。それで間違いないよ。これでもシラを切るのかい。おい、どんなことやろう。どうしたんだよ。どうもこう回りゃしませんよ。この人はね、ゆんべこの先の旗声土葬しっこ抜いて入ったのすっとな。この人だけでね、まだそのあたりに片荒れが三人ばかりいるんです。俺じゃねえ。早く片荒れを言わねえか。言わねえのかい。ヒューの子邪魔気づかるぞ。清六、山岸、権六、どこにいるんだ。お待ててれ。誰も話の分かるやつはいねえのかい。おい、そこにはな、旅の空で牢屋を巻き上げられちまって途方に暮れた気の毒な人たちが立ってるんだよ。おめえたち俺の言ってることに文句あんだったらな、償いするだけして文句言ってくれ。銭は消すのか、消さねえのかい。手を振るな、手を振るな。ぬすっとの肩荒れか。おっしゃる通り、こいつらはぬすっとの肩荒れでございます。もしやお前さん、ザトイちゃんとおっしゃるお方じゃございませんか。ああ、どうやら話の分かる人が出てきたらしい。あ、皆さん、こっちいらっしゃい。銭は返してくれるらしい。相手は真壁の若仕事だ。
お詫びのつもりでね、2倍にも3倍にもして返してくれるだろう。え、さあ、こっち来て礼を言いなさい。名残惜しいな。まあ、お互いに生きてりゃまたいつかどっかで会えるさ。おかみさんもくじけないでやってくださいね。はい、お前さんもどうかお達者で。ありがとう。いったん、いったんに会って、おいらはこれじゃいけないと大きな励みになったよ。今度会った時はもうこんな惨めな姿じゃいないからね。当たり前だ。お前さんにあんないい神さんや子供がいるんじゃねえか。うん、そうだった。まあ、俺も今度会う時はすっかたぎになってるつもりだよ。じゃあ達者でな。気をつけるんだぜ。